日本電機 NEC カシオモバイルコミュニケーションズ NEC の携帯電話一覧メリアスメリアスは NEC カシオモバイルコミュニケーションズが NEC ブランドで展開していたスマートフォンおよび日本電機が展開するタブレット端末のブランドである商標権は NEC カシオが保有する NEC カシオの Android 搭載スマートフォンおよび NEC の 3G o g 回線に対応した Android 搭載タブレットブランドで NEC ブランドのドコモ向け端末の一つである New シリーズで培った薄型携帯の系譜を継ぐモデルである。名前の由来は携帯電話を様々なデータ、コンテンツをユーザーに渡す一種のメディアという媒体とみなしたことに由来する造語である。2011年3月15日に NEC ブランドとして初のスマートフォン。 メリアス N-04C が NTT ドコモにて発売が開始され、しばらくはドコモのみでの発売だったが、2011年秋冬、モデルでは au 向け及びソフトバンクモバイル向けにもメリアスブランドを冠したスマートフォンがラインナップされた。ただし、基本的にドコモ向けがメインとなる。ちなみに NEC カシオ製のスマートフォンにおけるコラボレーションモデルもメリアスシリーズ扱いとなる。 2013年7月31日に NEC はスマートフォンから撤退することが決定したため今後スマートフォンは製造されないがタブレットに関し N-08D まではイノベーションオブスタイルをスローガンに掲げ4つのシリーズに分けて展開していた N-02 以降のキャッチコピーはスマートフォンイズメディアスこれぞスマートフォンと呼ばれるものを以下 アンドロイドのバージョンは AXX と表記する。ドコモスマートフォンドコモウィズシリーズドコモネクストシリーズドコモタブレットタブレットシリーズは基本的に NEC カシオではなく NEC 本体が製造開発を担当している。メリアスシリーズ以外の NTT ドコモ向けメリアスシリーズに属さない NEC ブランドのスマートフォンについても便宜上ここで記述する。 ドコモウィズシリーズ2012年2月22日に4月から、タイの大手 IT 機器販売メーカーであるシス、ディストリビューション社向けに販売を開始すると発表した。現在、タイ市場に1機種、メキシコのテルセル社向けに2機種発売されている。ありがとうございます。